ランクもやってると生で終わるのにわざわざ2ゲージ使う人が多い。ああ、終わるときにそれはないね。うん。それはぬるいね。そいつが多分ぬるいんじゃないかな。まあ、竜使いって下手な人多いから。梅原とかに憧れて使ってるだけだから。だからそういうの多いんじゃないかな、多分。とっさに判断できてない人確かに多いね。レベル2とかだって第5種昇竜滅とか入れればいいけど、レベル2生滅の方が、生滅死ぬときは生滅やんなきゃいけないしね。なおかつ第5種大昇竜で死ぬときは第5種大昇竜やんなきゃいけないし、まあ、ちょっとそこの判断ができない。3段階4段階ぐらいあるから、ダメージがちょっと難しいです。ユニコーンぶっぱくはどうに二次元使うとか。おお、なんちゃん言い出したね。竜について切れてるよ。竜使い切れさせてるよ。まあ、そういうバカも確かに多いよ。いいよ。そう、いいよ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 。そうそう、いいよ。おお、うますぎるだろ。いいよ。そう、絶対ああなったら昇竜越してくるから。癖的にね、このウキウキに絶対こっちに。ちょっと頑張れ頑張れ。あー、いやでも惜しかったぞ。いいぞ、3連勝してるからな。超いいぞ。アイクが来ました、アイクが。うお、よく反応した。やばい今の。お前俺よりうまいぞ。センスは俺よりある。それレベル1だから不利。おいおい、マジか、俺よりセンスあるじゃねえかよ。なんで俺のもん叩きに来たの。お前そっか。おお、マジか。これメッツ入るからね、今のメッツ入るから。今のメッツ入るからメッツの方がいいぞ。灼熱使っちゃうとゲージ使っちゃうから、まあ、安定で灼熱はまあ悪くないけどね。あ、でもそこはしっかりなんか昇竜が立ってないと。うわ、これ痛いぞ。頑張れ。徐々に歩いていけば、その困ったら歩いていけば、ゆっくり、ゆっくり歩くの。いいよ。そう、狙ってる、絶対狙ってるから。離れてたら絶対なんか狙ってるから。そう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 。ああ、ちょっとやりすぎ。それはやりすぎかできる。あゆか網、あゆか網だったな、今な。でも基本的に、全然いいんじゃないかな。楽しく使えてるし、忍者いいと思うよ。すごくいい。キャラ隊っていうのは、はっきり言って、できてないんだけど、楽しく使ってるからすごくいいと思う。すごくいいよ。セブンメイツもできるしね。狙いに行ってんのがいいよ、狙いに行ってんのが。殺しに行ってんのが、すごくね、見ててね、気持ちいい。最近のプレイヤーね、なんかね、こう逃げたり待ったりすること多いから、ちょっと俺ね、嫌いなんだよ。いいよ、すごくいい。攻めてるのがいい。黒人さんの解説もぼんやりわかるし、わかりやすい。わかりやすいのにぼんやり。ぼんやり。なぜ息切れしてる。まあそんだけ頑張らないとね、うん、格ゲーって本当に集中しなきゃいけないから。よく格ゲーやりながら喋れるやつすごいなと思うね。いいよ、いい感じ。おいしいよ。しょうがない、それしょうがない。いいよ、おいしい、いける。いいね、今いい、よかった。でもちょっと遅いけどな。怖くないですよ。なんかあったの、なんちゃん。
怖いタイプの人ですからってあ、それね、通常技とか昇竜で書いてる。普通に通常技書いてる。あー、そこの波動は、そこの波動はね、まあしゃあないな。あんだけじっとしてたからな、それ見て波動打ったんだな。まあ悪くない悪くない。初日見えてるよ、大丈夫だよ。いいね。それね、先飛びできないんだ。あ、よく遅らせたな。おい、マジか。1フレ遅らさないと先飛びできないんだよ。よくできたな、これ。ナチュラルで遅らしたな、たぶん。うますぎるな。いいよ、勝てる。あーね、先飛びになってない、全然。いいよ、よく打った。やばい。切れるな。おー、おいしい。まだ全然いける、全然いける。全然いける、全然いける。そう、いいよ、そう。ああ反応できない距離に行って波動を打ったらよかった。よかったよ。だから相手も波動を食らったしね。で、そこで体力的にかなりこっちリードしたんだ、実は。あの時に攻める必要ないんだ、もう。もう守っちゃえばいいんだよ。ちょっと俺やろうか。もう守っちゃえばいいんだよ、そういう時は。もう守り方は、もう一生飛び見て、近づいてきたら中足とか、もうそんな感覚に、もう守りを。あっちが攻めなきゃいけない時間になってるから、体力的にこっちは勝ってるとか、こっち行かなくてもいいから、あっちは行かないとか、あの体力的に奪えないから。基本的には、ね、俺はね、もう、これも離れて波動だな。無理だろ。おいしい。おお、クラスグラップした。おお、今宣伝した。おいしいね。早く出ないの。この後待って。待って、反応できないけど、ある。うっそ。おー、下の一発、おいしい。今のは、勝利が出なかったんだけど、ああいう感じ。もう待ってる。うまい。死なねえか。たまにはこういう舐めくる。こういうのもやっぱ必要だよ、ゲームを楽しむために。こういうのも重要。これ楽しい、これ気持ちいいから、これ気持ちいいから。まあこれは覚えなくていいけどな、ぶっちゃけこれは覚えなくていいか、気持ちいいよ。でも楽しい、勝ち確だから。勝ち確の状態は何やってもいいから、舐めプレイでも何でもないから。勝ち確だから。逆に言うと、ああいうことをやると、あの相手がおやってくるじゃねえかって言って、あのレンコインの可能性が出てくるから、あのもっとゲームたくさんできる、よりできるようになる。潤滑油的なね、この俺対知らない人の、その潤滑油になってくる。ああいう行動は。そうゲージのためが分かってるんだ。いいよ。あとね、ガードが硬いなと思ったら飛びに対して、あのめくり立つ巻きやってもいいよ、置き攻めで。いいよ、よく大将に打った。いいよ、すごくいいよ。いいよ、投げ早いけど、いいよ。それさっきやられたでしょ。それさっきやられたからダメだよ。波動ちょっと危ないところ。
うまい、相手うまい、相手うまい、相手うまい、うまいぞ。これはしゃあない。あれ多分絶対勝利で出せないから。で、今の高さだと、タッチガードすれば、こっち有利だから、先に行動できるから。まあ、勝利ぶっ放されたらしょうがないけど。うお、あっちも入れてくるね。いいよ。お、いいよ、悪くない。ただ、波動まで打っちゃって、離れて EX タスマギやると、ああなっちゃうから、EX タスマギ打つんだったら必殺の EX タスマギだから、しかも EX タスマギ打ったっていう、ちょっと見られちゃうから、相手に。いいよ。出る最大しかも。すんげえ打った。いいよ。そこで波動拳打つ、来るからな。気をつけろよ。そう、勝って、しゃがんでます。そういいよかったよ。波動の打ち方も良かった。ぐるぐる回せない感じだった、今のは。いい波動だと。おー、いいね。歩いてくる、梅原。潮流出たら梅原だな。いいよ。できる、繋げた。さあ、攻めろ。ピロソン。あ、もう無理。落ち着け。いいよ。それ絶対パナシ来るから。毎回来てるから、そこ毎回来てるから、そこはガードフェアなんだ。相手は人だから読みなきゃいけない。いいね。いいよ。悪くない。落ち着け。今の勝利を打ったことによって、もし空振ったら生ウルゴンで死ぬから、あの勝利は絶対ない。暴れに積まない。おー、分かるぞ。気持ち分かるぞ。いいね。いいよ。ちょっとやっぱ昔、ちょっとゲームかじってるから、ちょっとやっぱうまいな。いい感じ。インちゃんいい感じよ。さあ、ウキウキ君がまだ切れないってことは。まあ次、ウキウキ君倒したら、じゃあちょっと人変えようか。乗ってくるといい動きするね、やっぱ。いい動きしてる。これもう PP 詐欺状態だ。おお、おい、忍ちゃん。言ってくれてるよ。PP 詐欺状態じゃねって言われる。これは、最高のあれね。リプリ、ないないない。誰だ、こいつ。知らねえ。ね、ごめんね、知らないことはね、知らないことは俺、フレンド登録しませんので、ご了承ください。いいね、大丈夫。あ、それ届かんか。まあ、エンダーキックだったもんね。ナイスガード。ナイスガードしちゃったんじゃ、すごいよ、今の。俺、どっちのガードか分かんないもん。待てば。よし、よく忘れなかった。いいよ。そこでガードしないと。あれは勝利来るところだ。毎回来てるから。よくガードしたな。そう、しゃがみグラップすると、ああ言って、しゃがみグラップ潰してくるから。まあ、しゃあないな。よく撃とうとしたな。よくやるな。俺をよう撃てんだよ。すげえ集中力いいな。いいぞ。いいぞ。そう。相手もやることないけど、こっちが攻めなきゃいけない。でも、基本的にあっち攻めるときに、もう上からだから、上からしかないから。いいよ、コパ、いいコパになったよ。あ、おいしい。あー、いいっすかね。あれ、これが地上戦なんだけど、これがキャミーはこういうエンダーキックの長い地上戦するから、まあ、あれはセミ前捨てとかセービングとか、まあ、飛びでいけます。飛びで、まあ、ちょっと殺しちゃうかな俺が。じゃあ最後殺して、このウギウキに帰ってもらおうか。もう許して。じゃあな、もう許して。
ウギク、ウギク。お、届かない。やばい。あ、当たる。もう絶対来る。これ、あれ。絶対来るから。あれ、あれ、ああやるしかないから。まあ、あとはもう勝っとけ。これ飛んでこないから、飛んでこないときはもう波動で完全に。で、これ。はい、あ。あ、ミスった。お、勝利がでかい。やばい、やばい。ありがとうね。これこれ、このめくり立つ巻きも強いから、このガードが硬いなと思ったら先飛びだけじゃなくてこれも使ってった方がいい。この後真空入るしね。これ実はめちゃくちゃ強いから。じゃあちょっと帰ってみて。あ、ありがとう、ありがとうね、ウキウキくん。じゃあ忍者やるか。ちょっとね、なんかウキウキくんあれだったね。ありがとう。めぐり立つ巻き使うもんね。たまにめぐり立つ巻き使えると強い。やる。おいしい。で、基本的には画面を押そう。画面を押す力を覚えよう。もうあんだけできる。おお、マジか。やる。うわ、言わされた。やるじゃねえか。そこで弱小だ。はい、ダメだよ、これ。まだ甘い、まだ甘いな。100年早い。まだまだやな。ゲージ効率の使い方、ゲージ効率をしっかり。あ、来た。トスティージャパン、ちょっと高いんじゃないかな。トスティージャパン一回戦ってみようか。ちょっとトスティージャパン一回戦ってみて。あ、これ配信見てないぜだな。見てるか。一回戦ってきて、ちょっと強かったらお帰り狙うからね。見てるな、レディオしてる。よし、兄ちゃん頑張って。
食らうだろうな。バイソンか。バイソンはどうしようかな。誰かブランカ使いいないのかな。ブランカ使い来てくれるとありがたいんだよな。ちょうどいいブランカ使い、2000か2500ぐらいの。なんかブランカがすごく嫌いとかっていう話を聞いたから、次ブランカ来てほしい。チョコじゃちょっと強いと思うよ。それ勝利入る、大勝利入るから。キャンセルストレートっていうのをガードしたら絶対あのストレート入ります、あの勝利入ります。俺もめったにできない、違うもん見てる。いいよ。おお出る、マジか。入んないの。それはちょっときついか、これ。バイソンは戦い方覚えないと。あれはあれは昇竜とかダイヤシー、まあ中足立つまでできない。バイソン戦はねやってないときついんだよな。ダメ、そういう勝利打っちゃダメ。あ、惜しい。灼熱は離れたところで打っちゃダメだよ、もったいない。一撃使っちゃう。うお、よく出た。あ、それ勝利入る。いや、メッツ、これメッツだな、たまんないから。中段絶対来る、それ勝利。おいしい。あ、いけるね、これいけるかもしれないよ。離れたところで灼熱するとね、基本的に一撃吐くだけだからあんまり意味ないから、本当にあのセービングとか読んだ時もないとダメだよ。なるべく近場見てから飛べないし、ああいう時はもう強勝利こすっといて。そう、そういうところ、そういうところはもうはっきり見えないから、ガードも見て間に。おうまい、うまい。あっちもここもミスってんの、ラグラグいのか。よし、ちょっとバイソン戦見せようか。バイソン戦見せよう。バイソン戦見せるってもな、大きめをジャンプ中盤して、もうちょっと難しいな、これ。あの、バクステと EX を潰さなきゃいけないから。そうね、読まなきゃいけないんだ。安全な置き詰めないんだ、実は。安全な置き詰めないので。ダーティーブルーか。安全の置き詰めないから、ちょっとまあ頑張ろう。開幕は波動拳打っちゃダメ。見てから名前って言ったらで、こうやって、で、ターンしてくるから。ターンしてきたら。あ、今ミスった。もうこんな感じで離れてる。こういう感じかな。キャラ隊、まあなんだろうね。これ真空弾あるじゃん。もう中足に真空を毎回仕込みます。当たったら出る。で、これ地上戦やってきたら飛ぶ。これがあの EX 通信だから。お、困ったらバックして。これもう上入れっぱ。まあ、こういうことで4ゲージ。まあ今勝負しみたいな。なんて言えばいいんだろうな、これ。
で、ダッシュストレートには、セービングです。で、ダッシュ。対する武道さんにセビはあるんですか？あ、全然ありです。全然ありです。ストレートとアッパー取れるので、あ、全然いいです。ただ、ストレートとかアッパーやりたいところでやってほしい。下台キックとか当てても、あ、取ったら美味しいんだけど、読まれると、ボディスマやられちゃって、で、ボディスマは、セービングを離してください。来る前に。読みです、それは。そうすると、カウンターでバシンと当たります。ボディスマ発生がめちゃくちゃ遅いんで。で、もうどっちかがわかんないけど、なんかダッシュ系の来ると思ったら垂直ジャンプでいいです。垂直ジャンプ、ジャンプ中キック、中足立つ巻きとか、そういうの入るから。とにかく波動、相手が。そうそう、押し押し押し。これ対空勝利、今のは勝利入る。そう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 、いいよいいよ、いいね、大丈夫。そう、使わないのがいい、使わないのがいい。ゲージを貯めるから。これ弱勝利いらない。いいよ、そういいよ。あ、惜しい。おい、これ勝ったよ、これ勝ったぞ。沖島波動拳、あー、それ違う。おい、よくパンした。違うんだけど、今のはよく押した。あー、勝利殿下。こいつもね、結構バイス、バルロー系です。勝利早いから、こういうところで灼熱入るとすごい。巻いていく無理。もっともっと近い。もっと近い。ガードできないから。と読まれてる。下手に中足打っちゃダメ。届かない。これ勝利。で、あえてきついると、大足がきついから、まあ、そこは中足とかで止めなきゃいけないんだけど、押し方がパターン化されてるから、もうバレてるから。勝利越していい。あ、よくガードしてる。バイソンはちょっと低いか。あれで勝利越さないとあえてダブルアップされる。バイソンこれ低いかな、これ。いいよ、あ。バイソンどうやって押しようかな。だ、基本的にあっちの台足が届く距離。では、こっちは、もう基本的にガードです。台足ガードしてください。一回見せようか。台足ガードするまでも、ガードしててください。一応昇竜を、飛びを見ながら。で、あっちもやることないんで。で、歩いてって、なんちゃらかんちゃらするんですよ。で、歩いていったら中足打てたり。そんな感じで読み合い。台足食らうとめんどくさいから。まあ、基本的に最初に逃げて、とりあえずハード、相手の大パンとか届かない距離、届かない距離で、相手攻めに行ってたら、飛び、むやみあったり、むやみあったら飛ばないから、無視、垂直ジャンプで飛ばされても無視、ガン関係ない、全部ハード機に行ってる。全部ハードに。で、これ飛んでくるから、ああいう時に中足立って。やばい、やばい、やばい。こうなったら終わるから、バックして、これは。おお、桃の竜巻もいい。竜巻で逃げて、ああやってウルコンも、ああやって透かしに、なんか甘い反撃だったら、ああいうのもいい。で、画面端行くとマジできついから、やることないです。な、画面端に行かないように戦いましょう。あんな感じしゃべる。ああ、長い。ハローヘッド
これ全然これでいい。全然波動、波動圏でこっちもゲージ溜まるから。あっちの方がウルコが何回溜まろうとしょうがないけど、ほっとけ。これ波動削りがかなり重要だから。いつか飛んでくるから。今ミスった。おお、マジ。チャンジボシ。まあ、しゃあない。これこれクラッシュ。うわ、中断。懐かしい。中断は食らわないでしましょう。一応ファジーガードできるんですが、あの下段と中段で。もう難かったら、もうファジーガード行ったけど。これ引っ掛かる。これガードできる。ちゃんと完全に作って。これ一気にゲージ溜めな。俺もゲージを溜めな。あいつどうせやることないから。こっちはゲージがガンガン溜まってる。しかも下手なもん食らわなきゃいけないから。こっちは当たるから。灼熱の仕方な。近づいたりする。で最後のゼロドットになったらもう絶対ハドリ打ちません。もう飛ぶしかないんだ。あっちは。で対空みたいな。あの波動拳を垂直ジャンプされても無視。EX ダッシュ系潰すのに灼熱をたまに打つのはもったいないですか？もったいない。基本的には打、いや、打っていいんだけど、読めたら。早すぎるから、あっちのストレートが。あ、俺押しちゃったよ、これ。あ、ごめん、間違えた。基本的に早すぎるから、中足波動だじゃダメなんだけど、EX は。本当は中足昇竜打ちたいんだけど、灼熱を打つのは本当もったいないから、やめた方がいい。真空溜めた方が絶対強いから。そこは頑張ってガードを。これは俺負けない。ダメ、それ、それ絶対ダメ。そこの弱小で絶対ダメ。よくやるけど。そこなんかあの弱小で絶対ダメよ。あるとげないやつ。飛びました。もうマジかってやるな。あれはできる。殺して殺していいよ。私の頭にポイント。なんちゃん、わかる？わかるよ。でも、あれはなんか、攻撃入るはずだから。あれはね、やっちゃダメだよ。あんま意味がない。あ、殺しいよ。練習。あ、繋がってない。何にも繋がってない。いいよ、いいよ。繋がってない。繋がってない。繋がってない。練習せながらな、これは。これは一人で連続ながらよ。さあ頑張って。とりあえず灼熱はラグいのかもしれないけどね、うん、灼熱は配信してるからラグいのかもしれない。灼熱は本当に控えて、バイソンには。なんでかっていうと、そう、ターンパンチで灼熱抜けられると、もう灼熱のその1ゲージ、かなり頑張ってゲージ溜めたのに、それが無駄になるから。で、やめた方がいいです。
読んだときはもう、セービング。ボディスマはガードでいい、ガードでいい。それ勝利、絶対勝利。飛んだら勝利。で、そこ。そこ突っ立ってるとダメ。もう、バイソンの台足めっちゃ長いから。そう、これ。これ見たら、あれ見たら、多いね。あれ見たら台足とか。そう、それがあるから、ちょっと気をつけて。あっちのゲージを見て。あ、それ勝利入るよ。おいしい。ダメ。いい使っちゃダメ。おいしい。おい。まあ、悪くない。それ、絶対ダメ。あー、頑張れ。頑張れろ。いいね、確定。EX 勝利はないな。中小流セミキャンだな、やるなら。なんでかって今、スカッシュジャンプだったらガードされてるから。それはちゃんと見て。逃げろ。波動拳打つとそうなる。ラッシュに弱いんだな、多分分かってないんだな。で、ラッシュでなんか動いてなきゃいけないって気になってるけど、もうガードシア。やばい、ラッシュ始まったと思ったらガードしなさい。バイソンのラッシュは、基本的にはこっちの、対応力のなさで食らってるから。ちゃんと、今のストレートかけてたから、気をつけて。おー、こういうの動画で見たんだな、お前、それ。それやるの100年早く。いいよ、いい感じ。真空もうすぐ溜まりそうだよ。そう。溜まった。大パンとか密着でガードしたら入るからね、真空。攪拌で。それ入らん。先端は入らん。いける。あ、それジャンプ中パンとでいける。おー、いける。あー、勝った。よくやったよ。頑張ったね。お、インテンさん、強気なプレイが多くて、効果が持てる。お、いいね。いいよ。いい感じ。いい感じよ。結構強気で、しかも波動の打ち方が上手くなってる。ちゃんと離れて打ってるから、相手も結構めんどくさくなってるから、かなりよ。黒人に憧れて竜に決まってるのは師匠だし、違うらしいよ。話聞いたら違うみたい。でも俺の門叩いたんですよ。ちょっとおかしなやつ。こいつなら多分教えてくれるじゃねえ的な。そんな感覚だったらしい。まあ、らしいって決めつけたけど。てかね、亀スタイル、うん、俺亀スタイルなんだけど、とりあえず亀スタイルで、このゲーム性を覚えるまでは、あんま、あ、なんだよね、思い切った行動は俺はあんまおすすめしないんだよ。分かっちゃえばいいんだけど、俺サードとかも完全分かってるから、ガンガン思い切っていったけど、分かってない状態でそれやっちゃうと、ゲーム上手くなんないんだよ。いいよ。そう、そういうの来るから、ああいうの丁寧。飛べばいいよ、相手と。それだ、もういいよ、おいしい、いいよ、いい、今のよかった、今のネット使ってるじゃない。そう、そのパンパンって、ああ、連射、ああいうところで垂直ジャンプするとそうなっちゃうから、もう無駄な、まあ、読み合えないんだけど、セービング、ストレートと、そういう時はストレートを取っちゃえばいいんだよ、EX 系を、セービングで、そういうところでセービングいる、強いんだ、パンパンちゃったら負けるんだけど。でもこのトッシーさんが波動を見てからとかちゃんとタンパンチを抜けて打ってくるからセービング見てから多分打ってこないから、セービング見たら多分ボディスマ打ってくるタイプだから、そういうやつにはボディスマ離すで。いいラッシュ、いいよラッシュ、いいよ。おー、はい、うまっ。ダイヤスクライティーだね、ダイヤスクライティー。うわっ、あそこでセービングやるんだったらもう取りに行った方が絶対いい。
そうだ、安直な垂直は逆に危険だな。確かにそうだな。アトシさん押してください。で、安直な、確かにそうだな。垂直ジャンプやめよう。結構ストレートとかアッパー食らってるから、ヘッドとか。だからもう、ストレート読んだらセービングにしよう。ストレート読んだらセービング。で、ストレートが来るまで頑張って、垂直なしの方向でいく。そう、そうだね。で、ストレート読んでセービング方向。そしたらストレート潰しでボディスマ打ってくるから、それはガードでいい。でもガードしたらボディスマは半角だから、台足が入るから。ノーマルは。EX は何も入んないけど。そうそう、離れて。そうそうそう。あー、それ、ちょ、それ、もったいないよ。いい波動。それ、それセービングじゃない。それ波動打ったら絶対抜けてくると思わなきゃね。ターンパンツ抜けてくるから。ガードガード、そうそうそう。安全なとこまで。そう、いい、今よかった。あ、惜しい惜しい惜しい。あれは中足立つまで先に置けば勝つ。お、マジか、いいよ。あ、めくり立つまきがちょっと下手だな、まだ。それガードして、ガードできるから。それセービングでもう吸えない。体力がなかった。いいよ。それ立ってちゃダメ。いやー、まあ良かったけど、まだセービングでいいよ。あ、こいつはね、違う。もうタイミングでジャンプチューパンを、なんかいいレシピねえかな。まあ、後ろチューパンでいっか。惜しい、惜しかった。いいよ、よく打った。あー、昇竜電かったね。惜しかった。いいよ。勝ってるよ、勝ってるよ。勝ってるってことは、そう。そう、勝ってるときは、基本的には、ほっとけばいい。相手から絶対攻めてくるから。しょうがない。真空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 見よう。大盤昇真空。ああ、違う。大盤昇竜真空メイトだったな。それが最大。だって死んでたな、多分。それ来るから、それ来るんだって。だからそれ来るから、ターンパンチに対して無意識すぎるから、 EX 竜巻より絶対弱勝利やってる、間違いない。抜けられる前提でいい。うん、抜けられる前提でいい。俺の見てな。俺さ、たまにさ、波動拳打ってさ、セービングされる時でも、セービング、なんかあっちがセービングとかターンパンチだったら、俺、台足打ってるんだよ。それなんでかっていうと、別に台足空振っても、リスクないんだ。離れてる状態でね。一回それちょっとやってあげるわ。俺、よく台足空振ってる時あるけど、それ、あれ、わざとやってるんだ。こんな感じ。安全なところでしか打たないから。あ、今勝利だった。ありました。いやー、しょうがない。まあ、せめてガードでいいよ。これも先取り入れて。
見てみよう。まあこれ安全でしょ、俺やってること。なんか普通でしょ、なんか全然苦労してないでしょ。 リスク背負ってないんだ俺、実はあんまり安全に戦ってるだけなんだ。ちゃんとガードしてるから。まあこんな感じかな。あの安全なんだよね、俺がやってることって。体育は出ないんだけど、確かに安全だから。そこで安全に行こう、安全に。あ、2手押して、あ、帰っちゃった。じゃあやろうか。あのね、安全に行こう。近寄らせないことができるから、リュウはやっぱ波動拳が強いから。でなんかダイパンとかダイアスとかガードした瞬間に打てるフレームもらって波動拳打てば、そうそうそう、波動拳がちょっと強きすぎるかな。開幕波動とかなんか特にそうなんだけど、やる、うまい、わかんない、死んだ。うまい、あ、持ってね。やはりよる、そこで飛ぶ。ここにそのうち抜かれるでね、確かにこれ怪しい。やばい、うまい、うまい、うまい。あれ無理でしょ、あそこで死ぬ。あそこ灼熱使ったら弱いんだよ。え、触れた、これで出ない。うん、2人とも出ない。波動が結構あれだな、波動が結構強気だから、まあ悪くないんだけどな。強気なんだけど、ちょっと波動打ちすぎかな。あの危険波動、飛ばれたら3段食らうところとか、フレーム的にこれ同時に飛ばれてたら、この時飛ばれててたらジャンプだけ食らうなってとこは打っちゃダメだよ、あんまり。だから開幕とか特に打っちゃダメ。打ちたいのは分かるけど、こういう感じ、痛いのはあんま食らわないとき。でも打たないと画面押されるから。あ、いた、うまい。やばい、
やられた。今うまかった。うまかったよ。ぶっちゃけあれしかない。よく通したそれ。俺は波動変えまして波動多いけど俺は。マジか。やばい。それ真空だろ。やばかったね。ちょっと焦ったよ。やばい、出ない。来たー。マジか。あ、これ入んないよ。やばい。これはまあ悪くないけどな。安いんだよな。安いんだよな今な。最大入れるんだったら、うん、なジャンプダイパンメスが良かったかな一番。ジャンプダイパンメッツで真空残すとか、ジャンプダイパン昇竜真空とか。あ、最大がどうなのか知識がない。そうか、最大はああいう時ジャンプダイパン弱昇竜真空メッツが一番いいです。ジャンプダイパンダイパン弱昇竜真空メッツが一番減ります。だからそれゲージ全部入っちゃうんで、で最大入れても500ちょっとなの。それを入れても死ななかったから、今の入れるべきじゃなかった。死ぬんだったらそれ入れる。このジャンプダイパーの空対空の反応速度やばい。やばい。うまい。クータイク全部負けてる。いや違う、俺が先に飛んでるからできるんだ。ちょっといいね。これ真空使うと、ええー、ねー。こっち指だから。ダメだよ、めくりにはあれ昇竜出ないから、ちゃんとガードしなきゃダメ。読み合いだから全部落とそうとしちゃダメだよ。遠目でジャンプ台系のあとスカルこと多いからちょっと待って寝る。 おやすみ。え、遠目でジャンプ台系のあとスカルこと多いからちょっとある。あ、そう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 、ジャンプ台系当てたらスカルことあるからちょっと歩いてたやし、それちょっと覚えなきゃいけない。まあ大会ね。ダメ、そこで我慢して、我慢しなきゃダメ。飛びすぎると死ぬから。うまっ。
やばいやばいやばい。俺が全然出ねえの、書類が。こんな感じで。それも着地に必ずセービングやってるからダメだよ。着地に必ずセービングやってるから。スカシ下段とかまだ早いな。そういうことを覚えるわけだよ。まあ、とりあえずはその波動と昇流のタイミングを覚えるというか、バランスを。なんか困ったら飛んでくるから、こっちが待ってる時に。こっちが待ってるのに飛んでくるから、それはない。待ってたら飛んじゃダメ。着地セビはなんか癖なんだ。そうだね、癖だね。ダメだよ。普通にガードでいいから。で困ってた時に必ずなんか飛んでくるから、そこを歩いていけばいいんだよ。この地上戦ができるようにで飛べばいい。で飛びは絶対必要だから、ないのはない。ああいうところでセービングする必要ないよ。あれ見てから真空やられちゃう。ああいうのはまずい。真空持たれてるときはもうやばいと思わないから。ってことはやることないから、自分も真空持っちゃえば相手もやることなくなるから。真空マジひどい SA だから、まあ、たまにバックステル抜けられるときあるんだよね。ダンス、あと波動拳の後必ず波動拳でやってるから、ちゃんと読み合って打たなきゃダメだよ。ちゃんとガードもして、またやった。これがな、絶対届かない。うまい。できる。おいしい。焦るな焦るな。で今の灼熱はメッツ当たんないから、あー微妙かな。当たるときあるんだけど、あれちょっと難しいから。ゲームにゲージに目がいけない、なかなかいかない。ああそういうことか。ゲージになかなか目がいかない。それはね、なんか投げた時とか技食らってる最中とか、そういう時にチラッと見るの一瞬。そういうのを何回もチラ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 見る癖をつけると、今どういう状況で、てかもう俺が見るとこは絶対4つ見てるんだけど、相手のゲージ、自分のゲージ、相手の体力、自分の体力を絶対4つ見てるんだけど、一瞬でパッって。それを見ないと、見て最大の状況を考えるのよ。今何すべきかと。今昇竜で食らってる時とかあるじゃん。あの落ちてくる時に必ず見てるのよ。これ波動拳打った瞬間とか。
食らってる瞬間も全部見る。よくよくセミフェンガス。あ、それは昇竜が。うまい。惜しい。よかったよ。おお、すげえ。美味しかったね。今昇竜出てたらかっこよかったね。バイクに。読んでたけど。うまそう。やばい。いいよ。ちゃんとあれだよ、なんて言うんだろう、投げ抜けもしなきゃダメだ。真空真空打たれたら先に真空打った方が有利だから。なんでかっていうと、ゲージが食らっても増えるから満タンだと増えないんだ。ダメ、やってる。多分昇竜をやりまくってんだろうね。なぜかめくり食らうっていうのね。